力士が使う馬力という言葉をご存知ですか？馬力は相撲界で酒を意味する隠語です。相撲界で馬力をかけるとは酒を飲むこと、馬力が強いとは酒が強いことを表します。酒に強いということは馬力がある、馬力があれば体が強い、そして相撲も強いという考え方が古くからあり、酒と相撲は切っても切れない関係と言えるでしょう。力士は酒を飲むことが稽古の一つとも言われ、たくさんのちゃんこと共に飲む酒も力士の体を作り上げる要因と言えます。力士の大食い伝説と同じくらい数多く語り継がれている力士の大酒伝説。力士は体が大きいだけに大酒にまつわるエピソードも規格外なものばかりです。今回はそんな力士たちの規格外な酒豪エピソードを紹介し、最強の酒豪力士を決定します。力士と酒。昭和から平成にかけて土俵に立った押尾川部屋所属の大師、現役時代に体験した酒にまつわるエピソードを紹介しています。大師がまず酒豪力士として挙げたのは元大関海王です。現役時代の海王が一晩で6升飲んだというエピソードを紹介しています。1升は約 1.8 リットル、海王は10リットル以上もの酒を一晩で飲んだのです。それを上回る10升を一晩で飲んだのが元大関貴ノ浪。貴ノ浪の酒豪エピソードもなかなかのもので、1軒目のお店で散々飲んだ後、2軒目でヘネシーというアルコール度数 40% のブランデーを7本も開けたという驚愕のエピソードがあります。大師が外国人力士の中で最も飲みっぷりがすごいと話すのは元横綱あけぼのです。あけぼのは一升瓶を加えると上を向き、ものの5秒で飲み干してしまったといいます。それを立て続けに何本も飲むあけぼのを見て、大師は化け物に見えたとコメント。また出羽の海部屋所属の元小結舞の海も、力士たちの印象的だった酒のエピソードを紹介しています。舞の海が酒豪力士として挙げたのは元大関小錦。舞の海が小錦と飲んだ際、3軒の店をはしごし、それぞれの店でアルコール度数 50% のウォッカをボトル1本ずつ開けたという逸話を紹介しています。それも小錦は全てロックで飲んだというので驚きです。舞の海が小錦に、ウイスキーはと聞くと、ウイスキーは酔わないんだよと答えたといいます。力士は体が大きいため肝臓も大きく、アルコール処理能力が一般の人よりやや高い傾向にあると言われますが、それにしても飲む量が桁違いです。大師と舞の海が紹介した力士たちの酒のエピソードは1980年から1990年代頃の話。最近は当時のような酒豪力士が少なくなっていると舞の海は言います。お酒を飲まない力士が増えた。遊び方も昔と違って普通の学生たちと変わらない感じ。幕下以下でも寝床に自分のパソコンがあり、DVD を見たりゲームをしていると話し、時代の変化を感じているようです。江戸時代から歴史が続く相撲界、酒にまつわる伝説的ともいえるエピソードはまだまだ存在します。驚きの酒エピソード。数多くいる酒豪力士の中で特に驚きのエピソードを持つ3人を紹介します。まず1人目は明治後期に活躍した関脇2代目海山です。当時十両3枚目だった海山にとって入幕をかけた大事な一番の日、取り組みの時間が近づいても現れない海山を師匠の友綱親方があちこち探し回ります。ようやく見つけ出したものの、海山は泥酔状態でした。前日から10升もの酒を飲んだという海山は声をかけても全く目を覚ましません。数人がかりで抱き上げ、人力車に乗せて両国の相撲場まで運びます。頭から水を浴びせるとやっと目を覚ました海山でしたが、土俵下の控えに座るとまた寝始めました。ところが東海山という行司の呼び出しの声を聞いた途端、海山はパッと目を覚まし相手力士を倒してしまうのです。取り組みを終え部屋に戻ると、先ほどの取り組みが嘘だったかのように再び深い眠りにつきました。翌日目を覚ました海山は、昨日の取り組みを寝過ごした、波紋になってしまうと焦り、
友綱親方のもとへ行き土下座で謝ります。親方は昨日の取り組みで勝ち星を挙げたことを海山に伝えますが、海山は全く思い出せませんでした。泥酔状態にもかかわらず勝ってしまうという海山の取り組みを見たかったものです。2人目に紹介する守護力士は第45代横綱初代若乃花。若乃花は1950年から1960年代にかけて活躍し、土俵の鬼と呼ばれるほどの荒稽古で知られた力士です。若乃花は無類の日本酒好きで、取り組み前に口に含んだ酒を自らの体に霧吹きしタオルで磨いていたといいます。これは土俵上での華麗さを演出するためで、体に赤みがかかり香りがつく効果を狙ってのことでした。大酒豪大食いどちらとしても知られる若乃花は、現役時代に若秩父という力士と共に屋台を3軒はしごした際、酒も魚も全て空にしてしまったという伝説が残っています。現役を引退し親方になってからもその酒豪ぶりは衰えず、ウイスキーを1本開けてから「さて出かけるか」と外に飲みに行くのが定番でした。力士はウイスキーを飲むと腰が軽くなるという持論を展開し、弟子には日本酒を勧めていた若乃花。自らはウイスキーを飲むことが多く、ある人がその理由を尋ねると「日本酒はうますぎる」と力強く答えたといいます。若乃花は2010年に82歳で亡くなりましたが、70歳を過ぎてもなお酒を飲んでいたというので驚きです。そして3人目に紹介する守護力士は第48代横綱大鵬。大鵬は北の海千代の富士と並ぶ昭和の大横綱の一人で、30代で脳梗塞になるまで一晩で1斗の酒を飲んでいました。1斗は一升の10倍にあたり約18リットルです。大鵬が親友の王貞治と飲み比べをした際、王が先に酔いつぶれ眠っていました。王が目を覚ますと大鵬は変わらないペースで黙々と飲み続けていたというエピソードは相撲ファンの中では有名な話です。また場所中でも明け方まで飲んでいたという大鵬、付き人が心配し、横綱今日は大関戦ですがと声をかけると、どうして俺が大関とやるのに寝なきゃいけないんだと説教をしたといいます。そんな酒に強すぎる大鵬は、飲んだ翌日に1号とっくりを85本まで飲んだ記憶が残っていたことがありました。1号とっくりは約 180ml、 85本で約15リットルになります。そんなとんでもない量の日本酒を飲んでも記憶が残っていた大鵬の馬力の強さがよくわかるエピソードです。伝説的ともいえる守護エピソードばかりですが、この3人を上回る最強の守護力士は一体誰なのでしょうか。最強の守護力士、相撲界史上最強の守護力士を紹介します。その名はサモア出身の南海龍。南海龍は19歳の時に高砂部屋の力士公募に応募し、300名の候補者の中からスカウトされ相撲界入りしました。入門当初の南海龍はサモアではなかなか飲めない山積みになったビールを見て大喜びしたそうです。元プロレスラーという経歴の持ち主で、その筋肉質な体型と足運びの良さからサモアの怪人と呼ばれます。1984年に初土俵を踏み、1987年に新入幕を果たすと、兄弟子である小錦が大関に昇進した際には牙の前方を務めました。その頃には一晩でビール100本、一度飲み出すと翌々日まで飲み続けるという酒豪ぶりで知られ、南海龍が飲んでいる姿を最後まで見届けられる人はいなかったといいます。南海龍は泥酔すると暴れる癖があり、たびたびトラブルを起こしました。一度暴れ出すと付き人では手に負えず、兄弟子の小錦が駆けつけて張り倒し、気を失わせおとなしくさせたという嘘のようなエピソードもあります。問題ばかり起こす南海龍に高砂親方も頭を悩ませていたことでしょう。1988年9月場所で南海龍は腹痛のため休場とアナウンスされますが、実は二日酔いに耐えられず休場せざるを得なかったことが後に発覚。場所終了後、高砂親方が酒と相撲どっちを取るんだと聞くと、酒を取ります
と答えた南海龍はそのまま廃業となりました。故郷のサモアに帰国する日、空港に現れた南海龍は髷をほどいたソバージュヘアにアロハシャツとジーンズ姿で、スモウドウは僕には合わない、ロサンゼルスで音楽の勉強をしたいと言い残します。その2年後の1990年、なんと南海龍が再び来日したのです。南海龍は酒は一滴も飲まないという誓約書を書いて新日本プロレスに入団。しかし南海龍はデビュー戦の1週間前に泥酔状態で運転していたバイクを他人の車に投げつけ破壊するという事件を起こします。結局新日本プロレスも解雇され、プロレスデビューすることなく再びサモアに帰国となりました。酒は飲んでも飲まれるなという言葉があります。せっかく掴んだチャンスを台無しにするほどの酒は飲みたくないものです。南海龍はある意味で相撲界最強の守護力士でした。後世に語り継がれる守護力士は数多くいますが、南海龍にかなう人物はいないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。